はい、こんにちは、ザツです。今回はですね、ラッキーピエロ函館駅前店というところに来ました。だいたい函館駅から南に5分ほどの位置にあります。それでは早速店内の方に入っていきましょう。ちょっとですね、外観と一緒で店内もかなり独特な雰囲気を醸し出していました。中に入っていくとより一層感じることができます。1960年代のアメリカを意識したような作りでしょうか。ちょっと曲がったような感じもしますが、アミューズメントパークのような感じもします。なんとなくこういうのバックトゥザフューチャーとかで見たことがありますよね。そして早速カウンターの方に来るわけですが、店内でお召し上がりでしょうか。はい、何名様ですか。あ、1人です。実はハンバーガー屋さんといえどこんだけメニューがあるんです。お店の中の雰囲気もちょっとだけ独特。基本はボックスシートのような形でした。人のいない時にはなかなかゆっくりできそうな感じですよね。そして注文後の方式も変わっていまして、こちらの紙に今いる席を書いていきます。そしてですね、この書いた紙をカウンターの横の入れ物に入れるとですね、持ってきてくれるわけです。だいたい昼ぐらいはほぼ満席ですね。このお店大人気です。だいたい5分ぐらいでしょうか、商品が届きました。まあ見ていただけば分かる通りで、ハンバーガー自体かなり厚みがあります。そしてなかなか開けられない私の不器用さですね。これがまた、今回のセットはハンバーガーとポテト、ドリンクはウーロン茶という組み合わせでした。メニューもたくさんあるので迷ってしまう方はこちらが一番いいと思います。そしてご対面なんですけど、レタスの量がすごいですよね。マヨネーズが挟んでありました。私このハンバーガーのレタス大好きなんですよ。レタスがシャキシャキで、マヨネーズがサラダ感がすごいです。そしてポテトをいただきますが、チーズとソースがたっぷりかかっていました。こちらの中に入っているチャイニーズチキンというのはいろいろなセットに入っていまして、揚げてある鶏もも肉に甘辛のタレをつけた感じです。こちらのポテトはミートソースがかかっていて、白いのはチーズでした。マックのチーズはレッドチェダーなんですけど、こちらはゴーダーチーズのような感じです。こうマグカップに入っているんですけど、なかなか持つとこがなくてですね、苦戦していました。まあフォークがついているんで、そちらを使えってことですね。ハンバーガーなんですけども、全体的なお味はモスバーガーの照り焼きチキンと似てるかなと思います。ただですね、味付けが少し甘めな感じもしました。私好みですね。なかなかですね、こちらのお肉もボリューム感があって、なんと2枚も入っていました。まあどちらかというとボリューム重視といった感じですね。学生さんにもおすすめです。こちら結構お腹いっぱいになるんですよ。お味もしっかりしててですね、マックがなかなか店舗拡大ができないわけですね。ラッキーピエロは函館市内に17店舗あるそうです。マックの方はですね、 Google 先生で調べたんですけども、2店舗しか見つかりませんでした。函館という風土もあるんでしょうが、さすがに強敵がいると市場開拓も難しいと思います。ラッキーピエロはですね、1987年に創業していまして、函館の B 級グルメの王者として君臨しています。後日ですね、なかなか面白いものもいただきましたので、そちらも見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。こちらちょっとサイズ感がおかしいんですよ。中の具材がめっちゃちっちゃく見えるでしょう。器が大きすぎて強烈なインパクトがありました。いただきました。ということで、食後のウーロン茶です。結構ですね、時間的にはテンポが空いていて、ゆっくりすることができました。食後は片付けていきます。持ってきてくれはするんですけども、片付けはセルフ式です。こちらのお客さんはですね、分かっているようで、皆さん綺麗に片付けていました。たまにフードコートなんかでも置きっぱなしの人いますもんね。こちらの店舗ビールなんかも置いてありまして、金曜日は安くでいただけるようでした。結局金曜日に帰ってしまったので行くことはできなかったんですけど、夜も面白そうな雰囲気を醸し出してます。
ということですね。ご視聴ありがとうございました。もしですね、ちょっとでも面白いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。励みになります。もうちょっとだけ函館シリーズ続きます。それではまた次の動画で。